さあ、まずは見事予選でポール。
さあポールスタートの小泉選手、ちょっとですね1周目でミスがあった隙に川崎2番の小見野選手がさあ飛び出た模様。さあ川崎県3番の吉田選手もちょっとね1周目ロスがあった模様ですね。現在8番手トップは2コースの小見野選手、2番手に4コース中原選手というオーダーですね。2コース4コース、そして小泉学選手が現在3番手。さあ8分間の長丁場、このドリフトクラスはね結構目まぐるしく順位の変動がありますのでね、どういったポジション変更展開になるか。現在レース序盤1分を経過したところでレースを引っ張るのは川ゼッケン2番の小見野選手。さあ福岡県からね今回はるばる、ご参戦いただいております。今コースのセンターを走行中、電飾をつけたマシンですね。はい、綺麗にコーナーをクリアしていきます。前方クリア、そして後方とのアドバンテージも少し持っていますね。現在バックストレート走行中、2番手走行は川ゼッケン4番の中春選手、今右外周を走行中、こちらも同じく電飾をつけています。1分30秒経過、第15回京商ミニッツカップファイナルチャンピオンシップ in 日産グローバル本社ギャラリー。さあ残すところチャンピオンを決定するレース、このレースを含めてねあともう1レースになりますが、続々と2017年度のチャンピオンが決定しております。さあこれ川ゼッケン7番の小泉学選手が2番手に上がってきた。いやこれ再び落下ですね。川崎県の中春選手が2番手。さあそして序盤1周目ちょっとロスを変えた川崎県1番の小泉大成選手、お父さんの学選手のすぐ後ろにじわりじわりと詰めてきました。さあ2分30秒経過、さあ2番手3番手4番手が計測ライン手前に来た。さああったと中原選手にミスがあった隙にこれ2番手側が変わって小泉学選手が現在2番手、しかしそれをかわそうと大勢選手がリーンを差していきますが、さあここで2番手変わって川崎圭ちゃん小泉大勢選手が2番手、3番手に中原選手、お、中原選手が今素晴らしいインを刺したが、これ大勢選手もインを刺す。激しい2番手争いは現在計測ラインからバックストレート13周クリアしています。そして単独トップ、はい、小見野選手は現在バックストレート前方バックマーカー、はい、ありがとうございます。2番手と3番手の差はかなりねアドバンテージがありますよ。11秒差、さあ逃げ切れるか川ゼッケン2番小見野正樹選手、ちょうど折り返し点の4分間もなく迎えます。さあ小泉大成選手はちょっとねこれミスがあった模様ですが、再び2番手小泉学選手ですね。川ゼッケン7番が2番手、3番手に4コース中春選手。さあ2番手争い再び熾烈ですね。計測ライン手前、さあちょっと小泉学選手がバックストレートエンドでスタックしている隙に中原選手が再び2番手に浮上。走行時間残り3分30秒、3番手、2番手に4コース中原選手、3番手に7コース小泉学選手、4番手に再び1コース小泉大成選手ですね。5番手に3コース吉田選手が上がってきた。さあベストラップでも一番速いタイムはトップ走る川崎2番小見野選手14秒720。さあ前方バックマーカーは中原選手の後ろ、はい、ありがとうございます。完全独走体制ですね川崎2番小見野選手。
走行時間残り2分50秒トップのマシンは現在センターセクションの愛知県を丁寧にクリアしていきます。バックステートから右外周残り2分30秒さあ山田和弘選手の後ろトップの小美野選手です。おさあ再び2番手争いは小泉、学選手とさあ今度は吉田選手が4番手に上がってきたぞ。監督2番手は中原選手、3番手に小泉学選手ですね。風景7番。走行時間残り1分40秒さあここに来て再びベストラップを更新は川崎2番の小美野選手14秒710。14秒650とトップ独走体制にもかかわらずベストラップを更新していきますね。この組の最速14秒650をマーク。さあ圧倒的なアドバンテージとスピードを見せています川崎2番小美野選手、27周をクリアしています。すでに全車周回遅れにした模様。残り時間50秒。2番手には川崎家7番小泉学選手、 B 面から見事勝ち上がって現在2番手を走行中。3番手に4コース中原翔太選手、そして1秒5後方に3コースの吉田選手が中原選手の後ろに詰まってきました。残り30秒。そしてその後ろ小泉大成選手が今度吉田選手のすぐ後ろ。さあ今度は中原選手が小泉学選手をかわして2番手に上がった模様。さあ2番手から5番手までがかなり近いですね。残り時間10秒。3秒前。1コース4コース7コース3コース2コースゴール。レースの途中です。川崎5番目のレースの途中です。全車ゴールです。さあ東証ミスカップドリフトクラス優勝は川崎2番小美野正樹選手、おめでとうございます。そして第2位は小泉大成選手、そして第3位は中原翔太選手。さあ以上となりますね、お疲れ様でした。全車後車になります。残してください。